琉球泡盛ザンパプレゼンツ読谷大好き飲み歩き。この番組は有電会社東酒造の提供でお送りします。読谷大好き飲み歩きレポーターはじめちゃんでございます。さあ本日はちょっと変わったお店皆さんにご紹介していこうと思います。読谷村のですね長浜に新しくオープンされたサロンドクマさんでございます。はい、飲み歩きのね番組の中ではね2回目ですかね、美容関係のお店をご紹介するのは、はい、なりますが、はい、こちら、9月頃でしたかね、オープンされたということで本当に最近オープンされた、まあ、サロンっていう形なんですけど中で、まあ、お食事も楽しめるあとアルコールとかもカフェっていう感じのね一面も持っているということでございますので、はい、どんな方がやってらっしゃるかちょっと店内お邪魔していきたいと思います。それでは店内行ってきます。はい、それでは早速私店内お邪魔しております。さあお隣にはスタッフの皆さん来ていただきました。はい、ではちょっと私のお隣から自己紹介していただきましょう。自己紹介お願いします。はい、大阪から来ました福山優奈です。はい、福山さんもう一方。はい、私も大阪から来ました大熊理恵です。はい、もう一方。はい、大阪と沖縄に行ったり来たりしてます熊と申します。はい、はい、大阪と沖縄行ったり来たりしている方もいらっしゃるということで、はい、熊さん大熊さんと福山さんという形でねお三方、来ていただきましたが早速ですがこちらどういったお店か教えてください。はい、美容複合サロンとなっております。美容複合サロンということで、まあ、美容関係の、ね場所になっているということなんですがちょっとなかなかね、この番組では紹介したことない、ねところでございますが今回ねあの読谷村に新しくできたということでいつ頃からオープンされたんですか。はい、9月の2日からオープンしております。台風の日でしたね。はい、そうなんです、台風の日でした台風の日にねオープンされたということ で場所が長浜になってまして、もう青い海と空でちょっとね緑も見えて本当に絶景が広がっているところに構えられてるんですがでお三方ちょっと担当があるみたいなのでちょっと聞いてみます。福山さんは何を担当されてはいワックス脱毛を担当させてもらってます。私はあの美容もすべてやっておりますメインでお店の方を見る、はい、そうです。はい、はい、お隣の熊さんは、はい、僕は美容師です。はい、でちょっとさっきお話聞いた時のと熊さんがじゃあもう沖縄にと、まあ、大阪行ったり来たりということを言ってたんですけど滞在沖縄滞在どれぐらいなるんですか。1ヶ月1ヶ月間でですね毎月1日から10日が、沖縄で11日から30日が大阪という形になってますね。はい、まあ、ちょっと久保さんの施術受けたいなっていう時は予約が必要と。はい、ぜひ予約していただいたら優先的に、はい、やらせていただきます。で、まあ、お店ねいろいろ複合サロンという形でありますけどポイントとして、まあ、ちょっとおすすめのポイントとかあったら大熊さん教えていただけますか。はい、おすすめは、一応美容室 と、ワックス脱毛とあとホワイトニングが、できるんですけども、その他にもカフェも併用しておりますので、その美容終わった後にあの飲み物とか飲んだりとかあとはお洋服も置いておりますので、皆様にこう後でも滞在していただけるように、なっておりますはい、それでは、フードのメニュー伺いたいと思うんですが、まあ、先ほど、ねこちら美容複合サロンという形なんですが、まあ、サロンという形でなっているので美容関係にはなるんですけどカフェみたいな形の、ね、スペースもあるということでちょっとフードも置いているみたいです。じゃあフードどういったものを置かれているんでしょうか。はい、今は軽食となっておりますが、スパムおにぎりの、ボックスランチセットとあとは、シークワーサーパスタとロコモコ丼が、メニューにございます。シークワーサーパスタとはまたちょっとオリジナルの。はい、そうです。あの沖縄に来てから考えたメニューとなっております。はい、福山さん食べましたか。食べました、とても美味しかったです。ゆいなちゃん考案です。そうです。あ、考案されたのは福山さん。はい、そうなんです。はい、フードのメニューも伺いました。今度はアルコールのメニュー伺いたいと思います。さあアルコールどういったもの置かれているんでしょうか。はい、ザンパのユズスパークリングを置いております。何
と残波のユズスパークリング、こちらでは取り扱っているということで、なかなかねユズスパークリングね、ちょっとあのどういった感想っていうのがねなかなか聞けてない部分があるので、ちょっとこちらで飲まれた方では手を挙げていただいて、あ、はい、お二方いらっしゃるので、ちょっと感想を聞いてみたいと思います。まずは小松さんから、はい、どんな印象でした？はい、私ゆずがすごく大好物で、なのでゆずと聞いてすごく飲んだ時にはやっぱり美味しかったです甘くてすっきりとした飲み心地だったので、すごく飲みやすかったです。では男性の奥熊さんは、はい、なんか青森って言ったら、まあ、白黒とかああいう残波の、うん、きついイメージがあったんですけど、ああいうスパークリングになるとすごいこう飲みやすくて、まあ、気軽にみんなまず青森を楽しめるかなっていう、でこの空間にとてもスパークリングっていうのがなんか合うんじゃないかと思って、僕自身もすごい美味しかったですし、まあ、気軽に、まあ、ファースト青森じゃないですけど、その飲みやすいものかなと思いました。で今後また青森の残波の黒とか白とかもちょっと置かれたりする予定もあるんですか？そうですね、そういうご要望があればいつでも取り扱う予定ではいます。はい、はい、美味しいフードのメニュー、アルコールのメニューも伺いました、青森残波に合う一品伺いたいと思います。さあこちらサロンドクマさんの青森残波に合う一品なんでしょうか？シークワーサーパスタです。おすすめのシークワーサーパスタが合うということで、まあ、ユーズスパークリングに、ね、とても合わせやすいということなので、ね、開発者の福山さんももう一押し。一押しですね、とても美味しかったです、本当に。ぜひね皆さんもねこちらシークワーサーパスタ、はい、またねメニューの方も今後増えたりする予定もあるんですか？そうですね、ま、開発して美味しいものができたらどんどんメニューにしようと思っております。大熊さんの方で作る？そうです、2人で開発します。はい、2人でたもう毎日まかないで作っては試作試食会をしてますので、はい、はい、それでは最後にこちらサロンドクマさんの営業時間、定休日、連絡先などお伺いしましょう。まずは営業時間教えてください。はい、朝の9時から、3セットまでとなっております。はい朝の9時からオープンして3セットまでという形だということでございます。定休日は今のところは不定休となっておりますので、インスタグラムなどで、ご確認していただけたらなと思っております。インスタの方をやられているという形ですかね？はい、一生懸命やっておりますサロンドクマで検索すれば？はい、そうです、サロンドクマ沖縄でやっております。ぜひね、インスタグラムもやっているということですので、皆さんフォローの方もお願いいたします。はい、それでは最後にご連絡先お願いいたします。はい、0904428-7413です。こちらの番号までご予約ね、皆さんいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、ね、お三方に、ね、まあ、こちら目標とか、意気込みなどは聞いていきながらお別れという形にしたいですが、まずは、はい、福山さんから。はい、読谷さんの全女性をみんな綺麗に美眉にさせていただきたいと思うので、ぜひ寄ってください。読谷さんの女性全員綺麗にしたいということでございます。はい、大熊さん。はい、読谷村を一楽しい総合施設として、営業していきたいと思いますので、皆様ぜひ、お近くの際はお立ち寄りくださいませ。はい、最後に熊さん。はい、美容室なんですけど、沖縄ではできない技術とか都会で経験したいなっていうことがここで体験できるような、ものを作らさせてもらいましたんで、10日間ですけどぜひお立ち寄りください。はい、もうこのお三方がですねこちらで待ってますので、ぜひ皆さんお立ち寄りください。本日皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。サランダクマは飲酒運転撲滅に協力しています。ダメ飲酒運転。サロンドクマで残波で乾杯。泡盛残波プレゼンツ、読谷大好き飲み歩き。この番組は有電会社東酒造の提供でお送りしました。
ー